はい、どうもバイクライドイン東京です。本日は世田谷通りに来ております。今日はね、美味しいラーメン屋さん、ラーメン陸に行ってみたいと思います。なので今回もハンバーガーの動画、ハンバーガー食べに行った動画と引き続き Vlog 形式の動画で、撮影していきたいと思います。はい、では行ってみましょう。いや、今日行くところはね、二郎系のお店なんだよね。だけどね、食べやすい二郎っていうかね、なんだろうね、なんかこうこってりしすぎてないっていうかね、すごい食べやすいんですよね。結構ね、だからね、女性のお客さんもね、ちょこちょこいるね。量も少なめとかあったりして、中毒レベルでね、ハマっちゃうんですよ、美味しくて。だからね、1ヶ月に1回は行ってるんじゃないかな、多分そんぐらいのペースでは行ってますよね。12時とか早い時はね、混んでるから、ちょっと今日はね、時間ずらしてね、今2時前なのかな、ちょうど空いてるんじゃないかな。結構ね、週末は並んでるんだよね、人気だから。でね、これを右に行くとね、馬事公園っていうところがあるんだけど、今ね、工事中で馬事公園のとこには入れないんだけど、ただ広場、この広場ね、ちょっと映ってるかながあってね、ここも結構ゆったりできるスポットでおすすめです。これ左が東京農業大学、大学も近いから結構ね、学生さんもね、来たりしてて、そんな感じでお客さんいっぱいいますね。もうちょっとかな、もうちょっと行くとあるかな。ここ渡ってでね、もうちょっと下、もうちょっと行ったところにあるんですよ、このセブンイレブンをね、越えてね。うわ、めっちゃ混んでるな。あ、やっぱり混んでるな。はい、ここです。ここがラーメン肉です。じゃあ僕もあの列並びたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかった。やっぱ間違いないわ、陸は。すごい量あるように見えるけどね、結構ペロってね、食べれちゃうんだよね。意外にね、食べた後自転車乗ってもまだいける感じだね。あれ以上食べたら多分苦しくなっちゃうけど、食後のデザート食べて帰ろうかな。馬事公園にスタバがあるんだけど、そこでなんか甘い飲み物飲んで帰ります。ここだね、もう着くよ。はい、着きました。ここが馬事公園のスタバです。そう、嫁さんも合流したから、嫁さんの分も買わないと、デザート。パープルハロウィンフラペチーノ、こちらで、はい、はい、と、ダークモカチップフラペチーノ、ダークモカチップフラペチーノです。すごいね、色が。右がハロウィンフラペチーノ、左が定番のダークモカフラペチーノ。神々です。嫁さんと子供も到着したそうなんで、どっかで飲もっか、これゆったり。あ、いたいた、こっちだよ、こっちこっち。ハロウィンのフラペチーノ。芋なのかな、なんだろうね。ダークモカフラペチーノ、こっちはね、やっぱり安定のうまさだね。チョコレート味。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。